ワイルド・スピード・ユーロ・ミッションは2013年のアメリカのカーアクション映画、ワイルド・スピードシリーズの第6作目、ジャスティン・リンが監督、クリス・モーガンが脚本を務める。ドミニク・トレッドは元警察官である新たな恋人エレナ・ネベスト、ブライアン・オコナーは妻・ミアとの間に生まれた息子・ジャックと共に山分けした大金で手に入れた自由で静かな生活を送っていた。 そんなある日、モスクワにて軍隊が襲撃され、何億円もの価値を持つチップを奪われる事件が発生する。元英国特殊部隊の応援賞率いるヨーロッパを拠点に大きな犯行を繰り返す国際的犯罪組織が関わっており、かねてより組織を追跡していたアメリカ外交保安部、捜査官、ルーク・ホーブスは組織壊滅の協力を要請するためドミニコを訪ねる。 協力を渋るドミニクだったがホブスに手渡された捜査資料には死んだはずのかつての恋人であるレティオルティスの写真があった。ドミニクは真相を確かめるために自分らのこれまでの罪を帳消しにすることを条件に協力を了承。ブライアン・ラ・ファミリーを再び召集しイギリスを拠点に活動を始める。ほどなくロンドンにて 小一味のアジトを突き止めたインターポールが逮捕に踏み切るが、その動きを事前に察知していた小はアジトを爆破して逃走。すぐさま追跡を開始するドミニクたちだったが、組織によるハイテク機械、さらには見たこともない改造者に翻弄されあえなく、取り逃がしてしまう。追跡の最中、ドミニクは組織のものと、応募式一台の車と遭遇。 そのテクニックから運転手はレティであると察したドミニクは激しいカーチェイスの末を追い詰める。自分の名前を呼ぶドミニクに対しレティは躊躇なく発砲、ドミニクが負傷した隙に逃亡してしまう。また、情報収集を続ける中で、かつての敵であるアルトゥーロ・ブラガとのつながりが明らかになる。ブラガに近づくため、ブライアンは囚人としてアメリカに戻り、 ブラガが収監されている刑務所に入る。ブラガとその手形に襲撃されるブライアンだったが反撃してブラガから情報を引き出すことに成功した。ロンドンに残っていたホブスやドミニクたちは監視カメラ映像や車の製造者からショーに近づける情報を分析。ショーに特殊なレースカーを売った男を突き止めジゼルら4人が向かうが出てを含むショーの部下が襲撃してくる。 四人は反撃し追跡するがレティと男一人を逃がしてしまう。レティはアジトへと戻り、同行した二人が死んだことを告げてもショーはミスをして残念だなというだけで仲間の死を痛みはしない。私が死んでも同じなの。と怒るレティに君は別だ。記憶を失っている分、君はピュアだと答えるショー。レティは記憶喪失になり、ショーに利用されていたのだった。 ショーの目的は盗んだ軍事部品を集め、ナイトシェードと呼ばれる軍の通信網を24時間遮断する特殊装置を作り上げることであった。彼らの目的を阻止すべく合流したファミリーは最後の部品があるスペインのナトウ基地へと向かう。軍隊は輸送隊に別の保管場所の移動を命じるもショー一味に襲撃される。ショーは輸送トラックに積み込んでいた戦車を解き放ち、 ハイウェイで戦闘を繰り広げる。ドミニクラの活躍により、出てを取り戻し章一味を拘束したものの、あらかじめ手を打っていた章はミアを人質に取り、引き換えに自身の解放と最後の部品の受け渡しを要求する。ミアの救出と軍事部品の奪還を果たすべく章を追うファミリーだったが、章は輸送機で逃亡を図る。ローマン、ホブスラが運転する車をワイヤーで、 輸送機のフラップとつなぎ、足止めをする間にドミニクとブライアンが機内に乗り込む。格闘の末、ショーを倒しドミニクらが脱出した直後機体は炎上。こうして、ジゼルの犠牲と引き換えに、軍事部品を取り戻しミッションを果たしたファミリーは、すべての犯罪歴を抹消。ドミニクはホブスに要求した元のロサンゼルスの自宅へ、戻るのだった。クライスラーダッジブランド社、プリムスブランド社、 GM フォードその他アメリカ車、ランボルギーニフェラーリケーニングセグメルセデスベンツポルシェ、ボックスホールランドローバーその他欧州車、日産日産プリメー・ラスバルトヨタその他日本車、いかすべてチーフ店により破壊された一般車両。他にも多数の車両が破壊される。プレミア上映は2013年5月7日にロンドン、レスタースクエアのエンパイアシネマで行われた。 イギリスでは2013年7月17日、北米では5月24日に封切られた。2013年7月5日時点で、北米で2億3398万ドル、北米外で4億4870万ドル、全世界で6億8268万ドルを売り上げている。公開から31日後に、世界工業収入は6億3690万ドルに、 達し、ワイルド・スピード・メガ・マックスを抜いて、シリーズ史上最高のヒット作となった。北米では、コメディ、ハング・オーバー、最後の反省会と、アニメ、メアリーと秘密の王国と、同集公開であった。2013年5月23日に2409、劇場で深夜上映が行われ、ワイルド・スピード・メガ・マックスの約2倍の650万ドルを売り上げた。 初日には3659劇場で封切られた。戦没将兵追悼記念日週末の4日間では約120万ドルを売り上げて初登場1位となった。これは戦没将兵追悼記念日のオープニング成績としては歴代4位である。観客のうち36%がラテン系、49%が女性、57%が25歳以上であった。 ロッテントマトズでは174件のレビューで、支持率は70%となった。またメタクレティックでは39件のレビューで、過重平均値は61、100となった。ありがとうございます。